ということでこのお二人とお届けしていきます、はい、それでは早速お二人に番組のキャッチフレーズをやっていただきたいと思います。元気にお願いします。楽しいことあり、美味しいものあり、聞けば嬉しいこと絶対あり。土曜11時40分は STU48 のありありありよ。バッチリ揃いました。STU48 のありありありを11時55分までお付き合いください。倉敷駅北口直結、およそ100店舗の専門店からなるショッピングセンター、アリオ倉敷の2階フードコートにあるステライトスタジオ、FM 岡山アリオ768でおしゃべりしています。STU48 のありありありを、私、地元京子と一緒にお届けする STU48 メンバーは、石田美奈です。池田由良です。はい、お二人よろしくお願いします。お願いします。石田さんは2巡目ですね。はい、すね去年11月から12月にかけてのご出演ということで、はい、も慣れてると思いますが。いやいや、まあ、頑張ります。ね、よろしくお願いします。そして池田さんは初めましてですね、うん。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですかこのラジオ。どんな感じっぽいですか女子力高めなラジオって感じです。おーっと、でも今のうちだけかもしれないですね。はい、すごい嬉しいです。はい、全4回のご出演ですので、よろしくお願いします。さて、STU48、先月広島グリーンアリーナで開催予定だった STU48 5周年コンサート、振り替公演が決定しました。ありがとうございます。来月7月10日日曜日、会場は広島グリーンアリーナということで、はいはい、よかったですね、振り替公演、ね。本当にありがたいことですよね。ねえ、うん、楽しみがね、ちょっと伸びたと思っていただいて、はいはい、ね、来月7月10日日曜日の広島グリーンアリーナ5周年コンサート楽しみになさってください。うん、さあ、それでは1周目の企画と参りましょう。口元がいじります。アイドルのメンバープロフィール。番組に遊びに来てくれたメンバーがどんなキャラクターなのか、STU48 のオフィシャルサイトに載っているプロフィールで、私、淵本が気になったポイントをご本人に直撃していきます。うんうん、ということで、STU48 のプロフィールサイトね、先月リニューアルしたばかりということですのでね、うんはいはい、その新しいプロフィールでいじっていきたいと思います。まずは初登場の池田由良ちゃんからでーす、はい。お願いします。はい。18歳ですね。広島県ご出身の18歳。若い。若い。ニックネーム、池ちゃん。ということで、はい、私も池ちゃんって呼んでいいですか？はい、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。特技が15分でラーメン3杯食べられる。はい、辛い麺が好きで、韓国の麺だったりとかも好きだし、普通にカップラーメンも好きだし、うん、お店に行くのも好きだし、もう麺だったら何でも好きです。じゃあぜひいつかいけちゃんのラーメン早食いをちょっと見たいですね。やりたいです。ね、じゃあ2巡目の時は、ラーメン用意しときますので。ぜひ披露してください。はい、ありがとうございます。そして趣味が、まずテーマパークに行くこと、うん、ということで、はい、よくある夢の国とかですか？そうですね、私大阪の、大阪の方ですね。はい、大阪の方の、もう年パスを買って、うん、もう休みがあったら、妹と行ったり、どこと行ったり、メンバーと行ったりしてます。へぇー、はい、そうなんですね。そして、ね、お金を入れてこうガチャッと回す、カプセルトイもお好きということですが、うん、今流行って、流行ってますね。そうです。アリオにもありましたね。あるある。そうそうそう。イケちゃんはどんなのが好きなの？私は、しゃくれてるシリーズの動物。うん、知ってた。なんか、ちっちゃい置物みたいなのがあって、それを集めて、あるある、可愛くて好きです。癖強い。癖強いね。そしてミニチュアを見ることもお好きということですが、うん、動画とかで、こうミニチュアを作ってる、あるとか、ミニチュアの料理とか、ある見ちゃうの。わかる。はい。時間があれば、寝る前とかに見ても。趣味がね、多い、いけちゃんでございます。はい。はい。そして、2巡目になりますが、石田みなみちゃんのプロフィールもね、おさらいしたいと思います。はい、23歳になりましたね。そうなんです。大きくなりました。大きくなりましたね。ニックネーム、みーちゃんということでね、はい、私ももう前回からみーちゃんと呼ばせていただいております。はい、前回ね、特技が永遠に寝ることっていう、ね。変わってないですね。おっしゃっていて。変わってないね。うん、休日は許されるまで寝るって前回言ってたけど、はい、それも引き続きですか？引き続きですね。おー、よく寝てる。よく寝てます。あ、いいね。大きくなりましたね。
そしてですね、趣味が漫画、アニメ、携帯小説ということですが、うんうん、どんな種類のものが好きなんですか？まあ、漫画は特に、まあ、オールジャンルで、アニメはちょっと時間が最近取れてなくて、うん、もっぱら最近は漫画ですね。漫画か、はい、そっかそっか。で、このさ、携帯小説っていうのはさ、うん、どういうこと？この小説をさ、今デジタルで読むとかあるじゃん。そういうこと、はいはいはい、一般の方が投稿している小説サイトがあって、そこを登録してて、それをランキングとかに入ってない人を見つけ出して、この人めっちゃ面白いじゃん。絶対ランキング入ってくるっていうのを見つけて、実際なんか週間ランキングで5位とか4位とかなってたら、よっしゃっていう。ああ、そういう発掘系の。楽しみにしてます。もう編集者さんのような。ちょっとそういう目線もあるかもしれないですね。私が高校生の時、恋空とかが流行ってて、あ、わかる？本当に？はい。だからそれとかと似てるってことだよね。はい、私も書いてました。小説書いてたの？中学生の時とかに多分。書いてて、もう100ページぐらいちゃんと書いて、すごいじゃん。視聴者数とかも1000人超えてて、すごいじゃん。読者さんもちゃんといて。で、なんかファンになるっていうボタンがあるんですよ、うんうん。あれも何人かあったんですけど、パスワードを忘れてしまって、入らなくなっちゃって、未完のまま終わりました。それ何系の小説だったの？でも恋愛系の小説書いてた気がします。そっか。あのサイトはね、恋愛系が多かったもんね。そこからこう書籍化したりね。こいつらとか映画化してね。そうですね。ガッキーが主演でやったりね、うん、したもんね。そっか、じゃあそういう、こう素人の方が書く場っていうのが、今も続いてるんですね。続いてます。そしてですね、もう、みーちゃん気になったのがね、まず、一言メッセージのところに、はい、声イコール石田みなみと言っていただけるように頑張ります。はい、そして、密かな野望、うん、声イコール石田みなみと思ってもらうこと。そして、今年チャレンジしたいお仕事、声のお仕事ということで。圧がすごい。圧がすごい。これはもう、声のお仕事への憧れが、そうですね。ちゃんはあるんですよね。なんか、初めましてのお仕事の方って絶対プロフィールから入ってくださるので、あ、じゃあこっちのお仕事もみたいな感じになるかなっていう。素晴らしい。戦略が素晴らしいね。ということで、このお二人と全4回お届けしていきます。以上、淵本がいじりますアイドルのメンバープロフィールのコーナーでした。倉敷2階サテライトスタジオ FM 岡山アリオ768から STU48 の石田みなみさん、池田ゆらさん、そして淵本京子がお届けしている STU48 のアリアリアリオ。ここからはアリオ倉敷のインフォメーションです。今週紹介するのはアリオ倉敷2階にあるロフトです。今日はロフトから梅雨の時期におすすめのヘアケア商品を2点ご紹介いたします。まずは一子ヘアパックセラム、うん、美容室で話題の散熱トリートメントでも使用されるヘアコンディショニング成分、うん、グリオキシル酸を自宅でも使いやすいように配合したトリートメントになっています。日々のケアで髪に張りとコシを与え、ダメージケアをしながらくせ毛を補修し、扱いやすい髪へと導いてくれますよ。くせ毛補修の最新技術で髪のダメージ補修をしながらナチュラルなストレートヘアを実現することができます。ということで、酸熱トリートメント、酸っぱい酸ですね、に熱にトリートメント、ダメージケア補修としてね、今話題なんですよね。で、今日はですね、テスターありますので、ちょっと香りを嗅いでみてください。お二人、あ、甘い。なんか、通りすがりのいい匂いの人の匂いです。わかる。どう？お二人ヘアケア、結構気使ってたりする？そうですね。私もくせ毛なので、うん、やっぱりこれ使ってみようかなっていう気になりました。ぜひ、池ちゃんはどうですか？私は、あんまり、こだわってなくて。あ、ほんと？シャンプーとかもなくなってきたら水混ぜて。いけちゃう。どういうこと？どういうこと？買いに行くのがちょっとめんどくさくて、水混ぜて使ったりとか、ちょっとやっぱ私も気をつけなきゃなっていう、バサバサになってきたので、だから、こういうので試したいなって思いました。これは日々使い、その毎日使うこともできるし、スペシャルケアとしてもね、使うことができるということで、ホットタオルとかを巻いたら、スペシャルケアになるということで、デイリーケアだともう簡単に、ちょっとつけて、少しだけ置いて流すだけでいいし、いろんな使い方ができるので、試してみてください。そしてもう一つ、ミュミュ、エスティックでございます。
こちらはまとめ紙、アホゲスティックとしてマルチに使えますよ。アホゲ天敵ですからね。アホゲ前髪、遅れ毛をしっかりまとめてヘアスタイルをキープしてくれます。コスメ感覚でどこでも使えて使い心地はサラサラ、うん、そして練り香水としても使うことができますよ。今回紹介するミミューエスティックの5番は繊細なムスクと上品なローズを基調とした香りとなっています、うん、ということで香りを嗅いで使ってみてください。ほい、すごいいい匂い。手首にね、ぜひつけてみてください。ほにょ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 、わあ、いい女になった。いい女になった、一瞬で。一瞬で、じゃあ、いけちゃんも。そう、なってなって、はい。シャンプーをね、水で薄めてる場合じゃないから。いい匂いする。いい匂いした？いい女になった？なりました。一石七鳥でした。一石七鳥。練り香水としても使えるんですが、うんうん、一番の使い方は、まとめ髪、アホゲスティックということで。うんうん、でこれ5番だから、多分いろんな香りがあると思うから、自分に合う香りを探してみてください。はい、今週のインフォメーションは、アリオ倉敷2階のロフトでした。STU48 のありありありよ、お別れの時間となってしまいました。みーちゃん、いかがでしたか？そうですね、やっぱりおすすめ商品とか毎回教えていただけるので、うん、いい番組だなって思いました。商品の方からやってくれる番組だからね、はい、いい番組だね。そして、いけちゃん、女子力高いものたちを体験できるラジオ初めてだったので、うん、次回は、あ、これ私知ってるってなるくらいに女子力高めて頑張ります。最後はね、シャンプーを水で薄めない女になって帰ってほしいと私は思ってますよ。はい、ありがとうございます。え、今日の放送はラジコのタイムフリーで来週まで聞くことができますよ。ラジコのリンクは FM 岡山公式ツイッターにも掲載しています。番組のインスタでは収録の様子もアップしています。ツイッター、インスタともにハッシュタグありあり STU で参加してくださいね。ここまでのナビゲートは STU48 池田ゆら、石田みなみと岸本京子でした。バイバイ。